この動画はデジキーの提供でお送りします。こんにちは。今日は led で太陽電池を作ってみます。led は電流を流して光らせるためのものですが、実は逆もできます。光を当てると発電して電流を流せます。今日は led で一体どれくらいの発電ができるのか、そしてそれが果たして実用的なものなのかを検証していきます。その前に今日のスポンサーのディジキーの紹介です。どうぞ。 日本公式チャンネルで新しいシリーズが始まりました題して夏休みの自由研究ロボットプログラミング20選子ども用パソコンいちごジャムで一緒に作ろうです第1回は3000円程度で入手可能な低価格パソコンのいちごジャムで LED プログラミングをやりますこちら第6回まで続くプログラムでキッズが楽しみながらプログラミングを学んでそして考える力と実際に手を動かす力を養う絶好の機会です 夏休みに子供に何かやってほしいなとか思ってる人はさりげなく子供に見せてみてください概要欄のリンクから動画に行けますまず太陽電池の原理についてです難しい説明は省略しますが光起電力効果を使って光エネルギーを電気エネルギーに変換しますそれが太陽電池ですまずここに P 型半導体と N 型半導体があります N 型半導体は負の電荷である自由電子を多く持っている半導体です。そして P 型半導体は正の電荷である正項を多く持っている半導体です。今2つの半導体はくっついていませんがこの半導体をくっつけてしまいましょう。つまり PN 接合を作ります。 接合すると N 型半導体の中にある電子が P 型半導体の方に行きます。逆に P 型半導体の中にある成功は N 型半導体の方に行きます。これを拡散と呼びます。滲んでいくようなイメージです。 このように拡散した電子と成功は PN 接合の接合面付近で結合します。そうするとこの接合しているところで電子と成功の少ない領域ができます。ちょうどここら辺が電子成功が少ない領域としましょう。この領域のことを空房層と呼びます。 こちらの空母送付近の N 型半導体は電子が少なくなったのでプラスっぽく帯電します。逆に P 型半導体の方は成功が少なくなったのでマイナスっぽく帯電します。その結果 N から P の方向に向かう電解ができます。これを内蔵電解と呼びます。 さらにここの空房層に光を当ててみますそうすると光が半導体に吸収されて新たに成光と自由電子が冷気されますなんか出てきてしまうんですねそうすると電子も成光も内臓電解に押し出されます。電子はこんな感じで N 型半導体の方に なんでかっていうと電解の方向が N から P の方に行ってましたからねで一方で成功はどうかというと P 型半導体の方に行くわけですそうするとこれ電流が流がれているわけですね例えば外部負荷を何か適当につないでみましょう電子はこちらの方向に移動していますのでこうですねそうすると電流はこういうふうに流れますこちらがプラスこちらがマイナスですこのように外部回路の方に電流が流れましたこれが太陽電池です 説明の最初の方に戻りますが P 型半導体と N 型半導体を接合するとありましたこれはですねもうそのまんまダイオードなわけですこのように太陽電池がダイオードというのが今回の LED を太陽電池として使うという着想に至ったわけですちなみに太陽電池に電流を流すと光るというのはよく知られていることです というわけでこれらの LED を使って実際に太陽電池を作っていきますちなみに今日使った部品は全部ディジキーで購入しました今日のスポンサーですえというわけで屋外にやってきましたこれから LED がどれくらい発電しているのかを検証していきます今ですね外の天気は晴れで所々に雲がですねうっすらあるかなといったところです結構ですね気温も暑くて34度とかそのくらいになってますこういった環境で検証していきます こんな感じで評価基板をブレッドボード上で作って測定していきます結構熱いですね今回は紫外線 LED から可視光 LED、赤外線 LED の開放電圧の測定を行いました結果はこちらです紫外線から赤外線 LED までそれぞれ電圧が出力されています一番開放電圧が高かったのは青色 LED ですもともと青色 LED は光らせるために必要な順方向電圧は高いです とりあえず青色 LED の発電電圧が一番高かったのでこれをですね直列接続並列接続にしてどれくらい発電しているか見ていきますこんな感じで LED 基板上に LED を直並列接続してモジュールを作ってみましたこれで試してみますこちらですが4直列したものを4並列にしていますですので LED は16個使っていますでこんな感じでですね今開放電圧が 8.7V となっていますがこれを指で 隠してしてまううとこのよにですのでこの LED に対して日陰を作らずに光を当ててあげるというのが非常に重要ですではこの LED 発電機から解放電圧が出ていますがそこにさらに LED をつないでこの LED が光るのかを見てみたいと思います LED で発電して LED を光らせるといった実験です こんな感じで LED を刺すと開放電圧 8.6V ですが 1.9V まで電圧が下がってしまいました発電能力はほぼほぼなさそうといったところですブレッドボード上で作った LED 太陽電池はわずかに光っているのが分かります光の強度は非常に弱いです こちらのブレッドボート上で作ったやつでも過労時で光りました。さらに発電能力を強化したこちらの自作 LED アレイを使ってどのくらい LED が光るのかも検証します。こちらの LED アレイなんですけども開放電圧が晴れていると大体 36V から 40V 台といったところです。こういうふうにですね、ちょっと 日陰になってくると発電電圧はですね、だいぶ低くて 10V 程度まで下がってしまいます。あと光の当たり方ですよね。こういう風うに斜めになってきたりすると電圧は下がってきてしまいます。太陽光に対してですね、ちょうどいい感じで当ててあげると一番解放電圧が高い状態になります。この発電している LED アレイがありますが、ここにですね、負荷をつなげていきます。どのくらい電圧が下がってしまうのか、そもそも発電能力がしっかりとあるのかを見ていきます。はい。 えー、ダメダメそうですね先ほど開放電圧 36V ありましたが負荷を接続するとこのように一気に電圧が 2V まで下がってしまいました発電能力はそこまで高くはなさそうですチップ LED で作った LED 太陽電池アレイに LED を接続して光らせていますこちらもわずかにですが LED が光っていますですが強度は非常に弱いですで負荷に LED をつないで光らせようとしているんですけどもギリギリ光ています 薄くく光ってるるのがわかるくらいですねこのように LED を使って発電するっていうのは非常に難しそうではありますではこの後室内に戻ってどれくらいの電力が発電できているのかを計測器類を使って検証をしていきます室内に戻ってきました安定した一定の光量がある光源を使ってどのくらい発電できるのかを見ていきます照明にはこちらを使います実際の太陽光とはスペクトルがだいぶ違うかと思いますがこちらで代用します 製品レベルの太陽光の効率測定をする場合なんかは基準太陽光なんてのがあってちゃんと規格で決まったりしていますこんな感じのとても眩しい環境で測りながら測定していますこの LED 照明 200W あるんでこういう風にですね近づけるだけでも結構熱いです今回使った照明は人間の目で見た時に太陽光とほぼ同じように見えるようにチューニングされていますこのため LED の解放電圧も屋外とほとんど同じ傾向になりました ただ一つだけ違うのは紫外線 LED の開放電圧が 0V になったことです。こちらの照明は人間の目で見た時に同じように見えれば良いので紫外線成分は含まれていません。 ちなみにここからはよく調べていないので一見なりの仮説です。ある色の LED で発電しようと思ったら、その色の成分を持った光を当てないと発電できないのではと思いました。なので紫外線 LED に照明の光を当てても開放電圧が 0V だったのは、照明の光には紫外線が含まれていないからではということです。よく調べていないので仮説です。ここら辺は LED の動作原理を調べればわかりそうなことです。では実験に戻ります。 こちらの自作 LED 太陽電池パネルを使って実験してみます今パネルを置いてある状態ですそこに光を当てるとこんな感じです開放電圧は 25V 程度になりました今こちらの光ですけどもフルパワーではありませんフルパワーにするとはい、開放電圧が5 3ボルトを超えました結構高い電圧まで出るんですね 当然ですが光を隠すようにしてしまえば開放電圧はこのように低くなりますやはり光が当たっていないとこの光起電力の効果というのが弱くなってしまうからです影になっていますが周りの環境光などが入射して多少の電圧は出ているようです今太陽電池から負荷を取ろうと電子負荷をつなげたのですが電子負荷をつなげた時点で電圧効果してしまいますなかなか難しいですね開放電圧は 49V なのですが電子負荷をつなげた瞬間に はい、このように電圧降下してしまいますちなみに負荷をつなげていない時電流は流れていませんが電子負荷を接続すると7マイクロアンペア程度流れます発電能力が低すぎて測定自体がものすごく難しいです負荷を変えてみて 100kΩ の抵抗をつないでみますがこのように電圧はもろに落ちてしまいますやはり発電装置としてほとんど使い物にはならないですね なぜ発電量が少ないのか考察していきます。まず受光面積が小さすぎます。太陽電池を見てもらうと分かるのですが、これ全体で光を受け止めるようになっています。ですけども LED はそうはなっていません。この LED のパッケージ自体は大きいのですが、実際に光る部分、今回だと受光する部分はとても小さいです。 LED を実際上から見てみますだいたいこの面積が20平方ミリなのに対してこちらの発光する部分の面積は1平方ミリ以下ですたとえこの LED をぎっしりと並べたとしてもその面積の数パーセントしか有効活用できていないことになります次の理由これが一番なのですがそもそも発電するように LED は作られていません光るようです 一般的に売られている太陽電池の電力変換効率は10%台後半から20%台前半です太陽から地表に降り注ぐエネルギーはだいたい1平方メートルあたり 1000W ですなので1メートル角の太陽光パネルがあったらだいたい2 0 0トぐらいは発電できるようになりますそれと比べると今回作った LED 太陽電池はとんでもなく低効率です当然ですねもともと光らせるためのものを発電に使っていたわけですから ただ LED を本来の使い方である光らせるる以外外の使いい方意ととあるかと思います例えば簡易的な光センサーや明るさセンサーとして使うことは意外とできるのではないかと思っています。ここに入射する光の量によって電圧が変わるので例えばオペアンプとかで電圧をバッファーすれば実は意外と使えてしまいそうですね。 本物の光センサーと比べてしまうとやっぱり入出力の特性が LED の場合わからないので特性取得から始める必要はあるかと思いますが光センサーがない時に一時的にしのぐための代用部品なんかにはなりそうですね。というわけで LED で太陽電池は作れるかどうかを試してみました。 結論として作れるがとても効率は低いのでやらない方がいいという結論になりました光を当てると起電力は出るので何かしらのセンサーとしては使えるかもしれないという風になりますただ光センサーというものが発売されているのでちゃんとした光センサーを使った方がいいかとは思います というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。一見の公式 LINE もやっています。ぜひ友達になってもらえると嬉しいです。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では、製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など、幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すれば、その後は再生され続けて、動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は、概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。 それではご連絡おお待ちしております一軒が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です詳しくは概要欄から。